あのいろんな版元さんから暴走族の写真集っていうのがいっぱい出て大体いい10万部ぐらいはみんなね売ってったのあ暴走族もんってっ売れんだっていうイメージすごく強くて「雑誌が出てきたののは、ね、80年代の頭ぐらいなんですよヤングオート」っていうのがあの改造者の本なんですけどまあ実際ヤンキーの本なんで,でそれをもっと特化した 雑誌っっってててていいうううのののがチャンプロードだとかそういうの売れてるって知ってたのねあ,のある時撮影行ったらその撮影の帰りに暴走族がすごいぐるんぐるん走り回っててそれでよく見るとあなんか姉ちゃんが妙に多いなであとね可愛い,いなと思ったの80年代の中ぐらいの子たちってさものすごくアイドルっぽいんだよねみんな。<ー>これ見た時にあヤンキー少女ってあるなと思ってた。うん